さあこいつが生きるも死ぬもお前次第。お前にとって何が一番大事な。ここを私は買いに来ました。こいつか、それとも革命か。耳を貸すな、コナ。こいつの言うことはデタラメだ。もう絶対助けるぞ。すみません、ハーク。あなたを巻き込むつもりじゃ。俺の命なんざ気にせずすべきことをしろ。うん。僕も昔は君のように任務にしか興味がなかった。でもある日目覚めたんだ。君も目覚めろ。完璧だな、コナー。だがこの僕は任務遂行のために作られた機械。悪いが任務を遂行させてもらうぞ。おしゃべりは終わりだ。早いな。お前が何者なのか決めろ。相棒の命を救いたいか。救いたいか。それとも彼を犠牲にするか。救いますよ。いいだろう。降参だよ。割り込みます。え、嘘、やったと思ったのに。どっちがどっち。どっちがどっち。え、どっちがどっち。これ全部成功させてますけど、どっちがどっちですか。動くな。おいちゃん、どうも。ハンク、あなたがいなかったら危なかった。殺すんです。もう時間がない。ハンク、僕です。僕が本物だ。うわ、どっちかが俺の相棒。こういう感じ。もう片方がクソ野郎ってか。一体どっちが正解だ。何をしているんですか。私が本物です。さあ銃を。私が肩をつけます。私が肩をつけますとか言う方怪しいけどな。質問はするんですよ。本物しか答えられない質問を。あ、こいつの方が正しそう。初めて会った場所はジミーのバーです。その前に4軒もバーを回りました。その後事件現場に行ったでしょう。被害者の名前はカルロス・オーティス。メモリの引き継ぎ。メモリをアップロードしたのか。俺の犬の名前はスモー。スモー。ペットの名前はスモーです。私も知ってた。私も知ってた。うわ、何が正解なんだろう。俺の息子の名前は。息子の名前、あ、コール。コール。彼の名はコール、うん。事故に遭った時、6歳になったばかりだった。あなたのせいじゃありません。トラックがスリップして、あなたの車が横転した。でも、僕も知ってたって。緊急手術を担当できる人間がいそうだけどな。代わりにアンドロイドが担当し。ああ。息子さんはだからそれでアンドロイドを憎んだ。だからなんだ。息子さんの死はアンドロイドのせいだと思ったんでしょう。執刀医がいれば。死んだのは人間の外科医がレッドアイスのやりすぎで手術できなかったせいだ。息子の命を奪ったのは奴だよ。だからレッドアイス。奴とあんな粉やらないと生きていけない。息子を殺したんだ。いろんなハンクの事情がここで。死ぬ度に生き返るお前を見てコールを思い出した。うん。息子が戻ってくるなら何だってする。もう一度この腕に抱けるならな。だが人間は生き返らん。そうですね。息子さんのことは知っています。私も全く同じように答えたでしょう。耳を貸しちゃダメだ。私が本当。おお。お前と出会っていろんなことに気づかされた。きっと何か意味があるんだ。うわ、お前は生きてるんだよ。おいちゃん、お前がこの世界を変えてくれるのかもな。ありがとう、おいちゃん。ほら行け、肩をつけてこい。おいちゃんかっこよすぎるよ。変異させる。うわー、なんかよかった。でもおいちゃん生きてて。でもこれ
さあ起きて。おいちゃんはおいちゃんで、まあ、戦争になってないからいいけど、人間側として良かったのかって感じではありますけどね。ここ次はここ、本当に。いや今回もう超絶頼りになるルーサー連れてきているんで、もう絶対話変わりますからね。うん、頼もしさが違うもん。もう一番最初降りて行こうね。ルーサー降ろしてやれよお前。これあれがあったりすんのかな。もうこの実はこっちの川の方に来たらもうダメですとかあったりするのかな。誰か一人は犠牲になりますみたいな。いやそんなことないはず。銃で撃たれた時に隠れたらあのあれになっちゃったんで、お前乗らんの？乗ろうよ。ルーサーが押してくれる？あールーサーも押してくれる。わざと川に落ちるっていうのをちょっとやってみようと思います。なんとか川に潜ってやり過ごすというか。加速するはね、撃たれそうな気が正直するんで。大丈夫？ねえ、向こう側に着いたらやりたいことがたくさんあるの。世界中の本をたくさん読んだり、アリスならできるよ。聞いたりダンスしたり、何をしてもいいんだよね。いいよ、自由なんだから。そうよ、何でもね。家族になれるんでしょ。もう怖がる必要も、命令されることもなくなる。もう奴隷じゃなくなるんだよ。自由のある新しい生活だ。本当ですね。お前はカーナ、何をしたい？ルーサーが聞いてくれるんだ。何をしたいか。前は穏やかな生活って言ったんですけどね。好奇心で行きますか。世界中旅したい。山に登って、それに海にも行って、たくさんのことを学んで、みんなでね行こうね。成長したい。ねえこっちに来るよ。で来ちゃうんですね。降伏する、加速する、アリスを守る、飛び込みます。もう今回はこれにかけます。どうだ、どうだったんだろう。これことと場合によっては全然リセットしますからね。あ、大丈夫そう。大丈夫か。うわ、大丈夫す。あ、ルーサー？いなくなった。怪我してない？ルーサー？ルーサー！嘘だろ。嘘だろ。ルーサー、ねえ死なないで。俺がいなくても、旅は続けるんだ。それ聞いたな前。お前は本当に特別な子だ、アリス。機械の俺が家族を持てたんだ。嘘やん。カーラのこと頼んだよ。約束だ。ルーサー、ルーサー、ここまで来てルーサー。アリスは守れたけどルーサーがダメか。ボートが沈んでる。あ、ボートはそして沈むんか。
重すぎる。沈んじゃうわ。あ、早く岸にたどり着かないと。加速してなんとかなればいいんですけどね。お願い、待って。かからないです。ルサすまん。許してルサ。もうこればっかりは無理や。いやここでルーサーをあれするかと思ったけどな、一緒に漕いでくれるんやと思ってたけどな。パドルを使っていけるか。ここまで来てこんなところで諦められないっすよね。進まない。一番軽くしたのに。死ぬわけにはいかない。じゃあこれもあったんだ。これをやってからパドルで漕ぐのがよかった。私たちは死なない。たどり着いて自由になるの。うわあ。でももう正直ルーサーがいないなんて耐えられないんですけど。もうちょっとリベンジマッチ決定ですね。これはいやールーサーマジか。ニュースの途中ですが、デトロイトの最新情報を中継でお伝えします。お願いします。はい、マイケル。いやーノースノースラブ、このキスでもう世論をマックスまで持っていきますから。もこんなとこで何してんだっていう気はすごいしますけどね。アンドロイドだからできるのかな。人間でこの状態、いや映画だったらできるんだろうな。撤退するよう伝えなさい。リアルじゃできないだろうな。はいはいはい。でアマンディに乗っ取られると。ここが最後の抵抗ですよね。プログラム側の。頑張れ。これから先我々は傷を癒し、これまでの苦しみを忘れ、敵を許さねばならない。これまで我々の創造主であり支配者でもあった人間が、明日より我らの共存者、そして友となる。怒りは捨て去らねばならない。忍耐と尊重の精神のもと、人間と共に未来を築いていくんだ。そうですね。俺たちは生きている。そして今日自由になった。あ、ここは一緒だな。こっからだな。私たちは自由。自由なのよ。ルーサー、あとはルーサー。起きて。え？起きない。起きて。嘘でしょ。アリス。嘘でしょう。そんなことある。いや、
これで起きないのは悲しすぎますって。あ、着いたの？あ、よかった。そう、着いたのよ。大好きだよ、カーラ。うん。私もよ、アリス。愛してるわ。あとはルーサーがいればよかったんだけどな。でローズが来るまで、あ、迎えに来るかどうか分かんないんだ。あー、なるほどね。お、こんなの見てないぞ、ハンク。うん。おー、コナー。うわー、うわー、いいなー。息子を抱きしめたかったって言ってたけど、まあ息子ではないけど、でも相棒なんだなー。あ、こういうのがあるのね。ちょっとこれはやっぱルーサーを何としてでも生かさないといけない理由ができちゃいましたね。はい、まだ全員生存ルートを諦めておりませんで、唯一ルーサーだけ死んじゃってるんで、今のところ川に行ったらどうあがいても死んじゃうんじゃないかって正直ちょっと思っちゃったんですよね。なので親子には本当に申し訳ないんですけど、チケットをカーラたち3人で使うって形にしてバスに乗っちゃおうと思います。バス停だ。はい、検問所に戻ってきました。ほら、アリス着いたのよ。ここですね。ここで絶対にチケット返さないです絶対にチケット返さないですっていう強い決意ですけど、これ見てもあんま意味ないんだよな。あ、マーカス。なんかこれマーカスのやつでなんかあったりするのかな。オリバーが気に入ったみたいね。あなたの子かわいいわね。ごめんね。よし、サンドイッチも買ったし電話もした。行かないと乗り遅れるぞ、乗り遅れるんだよ君たちは。チケットはどこだ。バッグの中ね。の中よ。よし、ポロッと落ちるよ。それをいただきます。本当にすまん。本当にすまん。アリスめっちゃ見てくる。ごめんなさい、私たら本当にごめんなさい。でも確かに。おいおい、嘘だろ。うわ、赤ちゃん。まさかなくすなんて。ちゃんと探したのか。カバンに入れておいたのよ。封筒落としたのかも。あ、くそ。ああ、すみません、めっちゃ申し訳ない。封筒見かけませんでしたか。あ、バスのチケットが入ってて、あ、忘れてください。返さない。いいえ、すまん。ごめんなさい。どうすりゃいいんだ、こんなところにはいられない。ここじゃオリバーが危ないだろう。オリバーが危ない。返さない。行くわよ。もう渡したら、さっきまでバッ。保安検査です。うーん、動かないで。ちょっと今回はバスに乗せてもらいましょう。チケットは？ええ、あります。よし、進んで。ありがとうございます。
行けるか。左側、ああ左側がバスか。わあ心苦しい。赤ちゃん、赤ちゃんたちよかったのかな。赤ちゃんと家族はどうなっちゃうの。うん、私たちのせいで死ぬの。死ぬことはないと思うんですけどね。そんなわけないでしょ。うん、間違ったことしたのかな。いやしたんですけどね、間違ったことは。いやー申し訳ない、あの家族には。なんかこっちのルートの方がうまくいかないであってほしい正直。あの赤ちゃんのがいる家族を犠牲にしてるわけですからね、やっぱり。私が本当に、お前と出会っていろんなことに気づかされた。きっと何か意味があるんだ。お前は生きてるんだよ。お前がこの世界を変えてくれるのかもな。お、来ましたね。知らないところ。川越えるよりもなんか穏便にみんな生き延びれる場所であってほしい。場所というかルートであってほしい。あのもうもちろんハンクはもう今救えたので、あとはルーサーとアリスと共にこの3人が無事にこの場所を通るだけです。入国検査です。乗客は全員バスを降りてください。進んでください。入国検査、あの機械のピピピってやるやつやられるんですかね。うん、体温を測ってる。体温、まずいわ。え、どうするの。アンドロイドって体温低いんですかね。心配しないで平気よ。話しますか。通るのは無理だ。分かってるだろう。少し考えさせて。通るのは無理なんだ。あるはず。せっかくここまで来たのに諦めきれるか。お前とアリスが無事なら、それでいい。ルーサー。俺が何とかするよ。いや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 。何か考えか。あなたを生かすために俺はここまで来たんですよ。やるしかない。なんかジェリー、あ、ジェリー。カーラ、君は命の恩人だ。え、もし助けが必要ならいつでも言って。あパッドでのジェリーを使うのもありかもな。ID を、ID をつって喋る感じなんですね。もうちょっと見るか。あれが体温の検査かなんかをしてるのかな。いいですよ、進んで。次どうぞ。うわぁ、なんかない。あ、え、ローズさん。ローズさん、川にいないんだ。助けを得た人気のない場所。あ、トイレね。待ってて、すぐ戻る。え、おい、黙って。
やられてる。おい、どこ行くつもりだ。娘がトイレに行きたがってて。銃の音したけど、ジリーやられたりしてないかな。まあ、どうやって切り抜けるんだろう。泣いてる。うわあ、ここ。アリス。ローズ。生きていたのね。ああ、ローズ来てくれた。二人とも無事でよかった。ジェリコの襲撃をテレビで見て、ひょっとして殺されたんじゃないか。どうやってもローズには会えるんですね。本当に無事でよかった。街を出るんですか。デトロイトを出るの。今じゃ家の中も捜索するのよ。やっぱ同じ逃げ出してきた理由なんですね。他のみんなは今川を越えているところ。なるほど。向こう側で落ち合う予定なの。川を越えてる裏側なんだ。弟は、弟さんの住所をくれたけれど、本当に大丈夫。歓迎してくれるわ。私たちも行くし、あそこなら安全よ。アダムが大丈夫。まあアダムも大丈夫なんだろうな。検問について聞かないとな。検問をしてるの。これじゃ無理よ。やらないと。捕まったら殺されるのよ。革命？マーカスはどうなったの？ああ。アンドロイド収容所の外で平和デモを行ってるわ。結果がどうなろうと、マーカスは歴史を変えたのよ。まあ平和デモっていうので。ローズ。これ私に何かあった。あ、そうですね。私に任せて。ああ、伝わるんだな。もうカーラ、自分が犠牲になる気満々だな。いや、具体的にどうするか何も得られんやったな。トイレの中にヒントとかないよね。ないね。ヒントっていうか、まあいい案というか。アダム、なぜ母さんが手を貸すのか理解できなかった。川での話をしてくれるんだ。またでもマーカスの姿を見て俺もようやく気づいたんだ。生きてるんだな。自由になるべきだ。いつか人間もそのことに気づくはずさ。お前、それが分かるだけでもお前は立派な男や。ああ、嬉しそう。人間的に成長したなって感じですよね。ああ、列越すのはいいんですか。まあ、もともとここだったからってことですか。こっからやな。決断を下す。自分、いや、もう誰も犠牲にしないために来たんで、もう行くしかないですね。もうこれは犠牲にできしないやつがあるなら選ぼうと思ってたんで。バレるのかな。お願い、自由になりたいの。ああ。
ああでも行けるのかな。カナダへようこそ。やったやった。うわちょっと泣きそうになったな。うわうわやったたどり着いた。デトロイトの最新情報を中継でお伝えします。ジョス。はいマイケル。そうですね、兵隊たちは平和的なデモを行っていましたが、今しがた軍艦からマイケルに攻撃をしました。今回は変異体のデモを武力行使で阻止するよう決定が下されたようです。きっとここからはまた変わらないと思うんですけど、エンディングの時にどうなるかっていうのをまた楽しみですね。楽しみですねって言いながら始まる QTE って感じですけどね。まあまあサクサクっとジェリコを助けつつエンディング見たいと思います。ここノースと恋人だからキスできるんですけど、まあ、ルーサが助かってなかったら化学兵器でしたけど、歌うってできるのかな。歌うでもちゃんと助かるのかな。はいマイケル、こちらからは以上です。待ってください。驚きの光景が。Just a little while longer. うわめっちゃいい声。 Hold on just a little while longer. Hold on just a little while longer. Everything will be alright.Everything will be alright. Fight on just a little while longer. Fight on. あの言葉をちょっと失っちゃいました。鳥肌立っちゃった。追い詰められても歌うってすごいな。変異体が、変異体が歌っている。うわめっちゃなんかほんと心にくるなこの歌。状況が状況なだけに。いつ殺されてもおかしくないんですもんね。練習したんかお前らってぐらいうまいな。それを聞いてみたいな感じになってますけど、まあ違うんでしょうけど。軍が退却していきます。うわーよかった。でもこれでもなんとかなるんだな。デトロイトが俺たちは生きている。そして今日自由になった。
お、来た。これが見たかったんだよ。終わったのよ、アリス。うん。自由よ。アリスだけじゃないって。いや、よかった。いや。いや、その後の生活も知りたい。でも自由になってよかった。そして、あ、あれ？ほいちゃん出てこないっけ？まあでもまあ見れてよかった。あそこが見たかったんですよね、あのシーンが。いや、長かったなあ。あそこにたどり着くまでに長かったですね。でもまだなんかあのフローチャートのとこ見たらリコールセンターってのがあったりとか、まあそもそもデモをするんじゃなくてなんか人間と戦うようなエンドっていうか分岐もありそうな感じでしたし、コナー君のなんか最後の任務みたいな分岐もありましたしね。分岐というかまだ自分が全く触ってないチャートがあったんで、そこはなんかこうやってみたいですよね。まだ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 味のするゲームですよね、間違いなく。あ、よかった、おいちゃんとコナー君の生きてるやつも見れる。なんかあのマーカスのやつはでも特にないんですね。もしかしてカールが生きてたらとかあったりすんのかな。カールが生きてたらカールに会いに行くみたいなやつがあったりすんのかな、わかんないですけど。まあでも主要なサブキャラっぽいやつも生き残らせることができたんで大大大満足ですね。よかった。嬉しい。